ということで皆さんこんにちは。知略の小町だぞ。最近もう暑くなってきてますね。季節の変わり目に弱い方はお気をつけてください。さて今回はタイトルに書いてある通り、前々回当チャンネル6周年記念としてクイズを行いましたが、今回はそのクイズの答え合わせと、最後に最も正解した参加者の皆様ランキング紹介をしたいと思います。まあ前置き長いのもあれですので、早速ですがまずは答え合わせから参りたいと思います。それではかなり駆け足に動画を進めちゃっていますが、ゆっくりしていってくださいね。はい、ということでここからは答え合わせとなりますね。まあ23問とかなり多いのでサクサク進めちゃおうと思います。さてそんな1問目の答えなのですが、答えは C が正解ですね。ちなみに A と B は過去に使われていたアイコンでございます。まあそんな感じで次行っちゃいますね。よし君たち、天水の湯布院のノリだぜ。さてさて俺は2問目の答えを発表するのだが、このチャンネルの主役は誰ぞやって問題だな。答えは A の E3K 小町だぜ。ちなみに B のゆふもりは伝水。C の小町試験者は初めの頃はうつ主試験者だったけど、もう今は実質その辺のモブキャラと等しい。やばれ。おはこんばんちは、はじめましての方ははじめまして。我は大将の EF65 だぞい。ということで自分は3問目の問題の答え合わせをしようと思うぞ。当チャンネルのバトレイル作品名は？という問題だね。答えは B のプラレールアタックが正解だよ。ちなみに A は E3K 翼04033、 C は島風133の作品となってるぞ。ということで皆さんこんにちは。友情の165系です。はい、もう答え言っちゃいましたね。ということで正解は B の中将となります。はい、あちなみに A の大将は EF65、 C の少将は N700K が担っていますね。通常の N700K だよ。ってことで5問目はうちの番みたいだね。このチャンネルの最速王は誰？って感じの問題だけど、答えは A の最強戦が正解だよ。まあさすがギア飛車王って感じだよね。ご無沙汰しております。本当の VSE と申します。ということで私からは6問目の回答をお伝えしていただきますね。当チャンネルで行ったことがない企画について問われているこちらですが、答えは C のゆっくり解説ですね。A のプラレール物語は過去に何回か、B の交流戦は2年前に行いましたね。そんな形の第6問でした。はい、てことでまた私ですね。さて今度は今現在の役職が制定された年はいつか、という問題だけど、答えは C の2021年ですね。役職に関してはもうこの年から現在までずっと使用し続けています。第7問はそんな感じの答えとなりました。で、俺のターンが回ってきたってわけだ。それでこの問題は、ハテナに当てはまる役職は何でしょう？って問題のようだな。まあこれは役職全員で自己紹介して答え出すか。ってことで今晩ちは、主役の小町、天水ゆふもり、大将6号、中将東海、少将 N700、軍装の VSE と申します。はい、てことで正解は C の軍装となったぞ。VSE が任命されている役職だな。はい、てことでまた自分の番が回ってきましたね。てことで続いては第9問、現在の当チャンネルの所持車両はいくつという問題ですな。正解は A の96両だね。いや、これ解説とかあるのか。ということで第10問目となりましたね。さてさて続いてはこの動画が投稿された年はいつでしょう？という問題となっていますが、答えは B の2022年ですね。こんにちは。ということでまた僕の出番が回ってきましたね。さてさて続いては当チャンネルがゆっくり実況へ乗り移り始めた年はいつでしょう？という問題ですね。こちらの答えは B の2020年となります。ちなみに2020年の6月に投稿された第2回推薦者バトルから始まりました。この感じで第12問はうちが担当するよ。先ほどの曲が当チャンネルのオープニングに使われてた時期は？って感じの問題？ちなみに流れた曲はこれだね。何これって感じる人もいると思うけど、答えは C の2022年が正解だね。てかこれ正直2022年後半はもう使ってなかったから、これ結構むずい問題だったんじゃないかな。とい
ということで13問目まで到達しましたね。役職決定戦が行われる前のゆつもりさんの役職名は何？という問題ですが、答えは真の横綱2号が正解ですね。15系と。こんにちは。横綱2号のゆふえんの森だぞ。はい、ということで3周目になりましたね。さて、当チャンネルでモーター改造されてない車両は？という問題ですが、正解は C の青トミとなりますね。あれというか、なんかさっきから C の答えが多い気がするのだが。さて、また俺の番が回ってきたようだな。去年2023年にコラボしたお相手様は次のうちどれでしょう？って問題だけど、正解は A のザ・スカーレット・ブレッドさんだぞ。ちなみに B の東海165さんと C の K9033F さんは、どちらとも2022年にコラボしましたぞい。3人ともこの度はコラボありがとうございましただぜ。さてさて、16問目までやってきたみたいだね。5000人突破記念の際に新しく入ってきた車両は次のうちどれ？っていう問題だけど、答えは C の103系が正解だぞ。今年の3月後半から登場したね。皆様、あの時は登録者数5000人突破、本当にありがとうございます。さて、またまたお会いしましたね。さあ、ということで僕は今度は17問目をやっていくわけですが、次のうち大運動会2023でやらなかった競技を選んでくださいという問題なのですが、答えは C の正面衝突が正解ですね。ちなみに大運動会は正面衝突回しかやっていないので、かなり引っ掛け問題ですね。はい、ということで18問目まで到達したね。さて、当チャンネルが所持してる車両を全て選んでという問題なんだけど、答えは A と C が正解だね。それ以外は全部持っていないみたいです。ということで、残すところあと5問となりましたね。さて、お次は去年2023年に行った企画を全て選んでという問題ですが、正解は A、B、E の先となりますね。ちなみに B は2022年、C は2021年の企画でございます。さて、やっと20問目に到達しましたね。当チャンネルが現在使用してるアプリ全て選んでねという問題ですが、答えは B の Twitter。だけです。はい、あとは全部やっていないんですよね。ういーす。さて、もうどんだけ再登場してきたのやら、とそんなことはどうでもいい。当チャンネルに新車として登場せず、もともといたやつを全部選べっちゅう問題だな。ちな正解は A と B の2つだぜ。残りの車両は全員新車として導入されてきた車両だぜ。さて、終盤に入ってきましたね。22問目でございます。当チャンネルで起こった出来事5つを不要順に並び替えてという問題ですね。もういつなり難易度が跳ね上がってるこちらですが、正解はまずい。そして A、続いて B、D、C、という順番ですね。これ正解できた人本当にすごいです。はい、ということで最後の問題だね。さてさて、最後の問題は DDKT チャンネル36周年記念合作に参加したバトレーラーを全て選んでってことだけど、答えは A、B、E の3つだね。これに関してはもはやバトレールクイズとかしちゃってるけど、まあそんな感じの最終問題だったね。はい、というわけで大変お待たせしました。続いてランキング発表に参りたいと思います。今回もたくさんの応募ありがとうございます。それでは4位から順番に発表していきますね。第4位、70点を獲得しました。ちょんまるチャンネルさん、わさわさん、チャンネルアルファさん、 E531 常磐線さんの4名でございます。はい、ということで早速驚くことに、なんと同着4人でございますね。いきなりこんなにも接戦な結果になるとは、正直私もびっくりしています。どんまるチャンネルさん、わさわさん、チャンネルアルファさん、 E531 常磐線さん、おめでとうございます。第3位、73点獲得しました。941型救援車さん、北川姉妹さん、キャベツ赤電さん、313系特快さんの4名でございます。はい、ということで、また到着4人になっちゃいましたね。いや、今回本当に波乱すぎませんか？941型救援車さん、北川姉妹さん、キャベツ赤電さん、313系特快さん、おめでとうございます。第2位、80点獲得しました。8のプラレールバトレールチャンネルさんでございます。さて、一気に差が解消されましたね。8のプラレール&バトレールチャンネルさん、おめでとうございます。さて、いよいよ来ましたね。第1位の発表でございます。さて、気になる第1位の獲得点数はなんと97点。マックス E4K さんでございます。ここでなんと90点台の方がランクイン。というか、これ今回問題全部で100点満点なんですけど、97問も獲得してるの本当にすごすぎませんか。マックス E4K さん、おめでとうございます。
はい、ということでランキング発表もここで終了しましたね。今回この小町クイズに参加してくださった画面の前の皆様、今回は本当にありがとうございました。そして先ほどのランキングで3位以上にランクインした皆様にお知らせがあります。今回実は軽いプレゼント企画を用意しておりまして、今こちらは4両のモーター改造車をちょうど新たに作る予定だったので、よかったらぜひリクエストしていただけたらと思っています。ちなみに候補車両たちの画像はこちらでございます。役職軍6両、もうすでにモーター改造済みの車両、アトープ主の技術不足的に改造は危険だと判断された車両たち、ノミ質が取り除かれた車両たちとなってますね。まあ要はこの画像の中なら誰でもいいってことです。この中からモーター改造させたい車両を1両選んでいただけたら幸いです。締め切りは5月11日までにしようかなと思ってます。ちなみに1位と2位のリクエストはパワーダッシュモーター、3位のリクエストはハイパーダッシュ3モーターに交換予定なのですが、ハイパーダッシュ3モーターが2つしかないため、締め切り後にコミュニティでアンケートを取って、その際に最も投票が集まった車両にモーター改造させようと思います。それでは私はそろそろここでおいとまさせていただきますね。最後までご視聴ありがとうございました。